ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もときめきメモリアルガールズサイド1やっていきましょう。はい、忘れちゃいけないフリーマーケット、ここのフリーマーケットで晴れ着が売ってなければ、この辺の休みのどっかで晴れ着を買おう、そういう作戦で忘れないようにお願いします。はい、で学力を頑張ってるはずなんだけど、いまだに100超えてないんだよね。ちょっとまずいな。ちょっと先生と仲良くしたい感じなんだけど、今このままだとまずいよな。多分一流大学行かないとダメだよね先生。あ、騎乗くん、騎乗くんは2やん2やん。まどかくんとかいけんじゃない。まどかちゃん、まどかくん、あ、ダメなんだ。あ、ダメか。ねえねえ、女の子にこんなこと言いたないけど、その呼び方嫌いなんや。あ、そうなの。へえ、ちょっと女の子っぽい名前が嫌なのかな。いやごめん、どうなんだろう。それだけは勘弁してな。おお、ほんじゃさいなら。まどかくん、ダメか。へえ、よしよしよし、休み休み、ちょっとフリマ行く前に売り物見に行くか、見に行くか。うーん、ショッピングモールの方が安いよね。ブティックナナミって見たことないね。何、中華なのここはぁとか書いてあったけど全然中華じゃないじゃん。ここにあんだ。あー、でも今までにない服、ジャンルの服が置いてあんね。ほー、トップキャンディキャンディこれは難しいぞ、これに合わせんのは。でボトム、うわー難しいぞ。リメイクデニムスか。全身は晴れ着売ってないなー。ワンピース11円、安いな全身で。これ安いな。また一番安いセットだけ買っていくか、うん、あ、これビスチェなんかちょっとかっこよさそうなんだけど高いな。ちょっと欲しいなと思ったけど高いよ。うん、ボートネックの T シャツ、いや買うのやめよう。うん、ここで下手に買って晴れ着が買えなくなったらちょっとあまりにも悲しいからやめとこう。財布の紐はしっかりと。また今度来よう。まだ売ってないね。まだ売ってないんだ。それでも今のところは売ってないだけかもしれないけど、わかんない。勉強だ、とにかく勉強だ。せめて100越そうぜ、頼むから。もうその代わりに運動ばっかり下がってくる。勉強が上がる速度よりも運動下がる速度の方が早くない？四季君、四季ぴょん、四季様でもいいんじゃない？四季様、おし、いけるいける。四季様、四季様。いや、徳川君。ああ、いたね。言われ慣れてんのかな。一緒に帰ろうぜ、四季様。悩むな。失礼だ。はい、行こう。そろそろテストだね。大丈夫かい？ああ、そういう話しない。勉強頼む。上がんない。全然上がんないだ、勉強。来週はフリマだから明日デートしよう。明日誰かとデートしよう。Kくん行こうか。もうちょっとKくんと仲良くしたい。Kくん月曜日行けんだっけ。あ、でもKくんなんか変な曜日だと仕事入ってんだよね。火曜日だったっけ。月曜日は大丈夫だ気がする。頼む、紅葉見に行こうぜ。11月24日に山へもみじ狩りに行かないか。よし、行けた。よしよしよし、待ってるぜ。で、服装大丈夫だったっけ。服装どんなん。スポーティーじゃないな。 お気に入りなんか入れてたろ。エレガントだっけ。違う、確かピュアだ。ピュア。ちょ、着替えろ。違う、操作がおぼつかない。とりあえず下脱いで、どれだ。ピュア、これだっけ。ピュア、これピュアだよね確か。あ、ピュア
ピュアな上がない。これだけだと寒いって言われるかな。まだ秋だから大丈夫だよね、多分。どうかな、どうかな。ちょっとお守りで波動拳持っていこう。よし、ゴー。これで寒さも吹っ飛ばせ。いけ。ケイ君まだ着てみない、着てないみたい。待たせたな。ああ大丈夫じゃない。ケイ君もそんなに暑そうな格好じゃないし。うん。私も今来たところ。そうか。うん。その服。はい。はい。似合うな。よし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 。よしよし。ギリギリセーフ。好きだよ、俺。はい。よかった。あ、もう服装のジャンルはオッケーだね。冬やばいけど。ってるな。うん。ほら、行くぞ。おー、行こう行こう行こう。すっかり紅葉したな。おー。君も服装の色が合ってるね、今回は。木々が色とりどりで綺麗ね。もみじって儚いけどなんか安らぐね。落ち葉で焼き芋し、あ、また儚い系でいいかな。四季君と全く一緒だけど。儚い系いける？儚い系男子？ああ、落ち葉が散っていくの見てると眠くなる。あ、これ普通なやつだ。普通なやつだ。まあまあですね。あ、本当に難しいな。お疲れ。お疲れ言われた。またまたお疲れ言われた。それデートで言うセリフじゃないのよ。お疲れは仕事の後だよ、それは。くそー、難しい男だよ、ほんとに。はい、勉学勉学。ずっと勉学。なんか全然上がってない、勉学。86のままなんだけど。次週日曜、課外授業を行う。え、ここで参加希望者はいるか。次週って、あれ水族館を見学する。午前9時30分。え、新羽畑駅に集合だ。ちょっと待って、フリマ潰してきてない？フリマ潰されたよな、これ。いや、でも行くしかないよな。先生の誘いは断れません。なんたって二人きりで修学旅行回ったもんな。いや、フリマ先生が潰してくると思わなかった。えい、あげちゃえ。よし、では次の日曜、はい、挙手した者は必ず集合するように。ちょっとタイミング悪すぎだよ、先生。以上、ホームルームを終了する。次週ってそうだよね、フリマ潰してきたよね。だよね。遅くなっちゃった。うん？またピアノ？あれ？美術室？あ、美術か。え？四季様？お、真剣な眼差しの四季様。四季様、だよね。いつもと違う人みたい。なんか怖いくらい。ほう。おや。おー、柔らかくなった。いや、徳川くん。うん。そこにいたんだね。あ、いました。ちょっと待ってて。私だよ。ほう、ごめん、邪魔しちゃった？いいさ、もう切り上げなくちゃいけないところだったんだ。なんかあんだろう、進路かな、やっぱり進路関係かな。ねえ、四季様って絵を描いてるときは別の人みたいになるんだね。見てたの。ほう。恥ずかしいな。なんかあれかな、親を超えようとしてるとかそういうやつかな。うん、すごく真剣な顔でかっこよかったよ。そう、なかなか思う通りに表現できなくて手こずっていたから。あの四季様が表現できないと。四季様でもそういうことだってあるんだね。おお、そうそうそう、いいこと聞いた。もちろんあるよ。テーマに惹かれれば惹かれるほど、あ、より完全を求めてしまう。なるほどね、妥協は一切しないと。そっか、今日は何を書いてたの？終作だよ。僕はこのところ、うん、同じものばかり書いてる。なんだなんだ、同じもの。ああ、いいんだ。さあ、一緒に。なんだなんだ、気になるな。ああ、なんだろうな。やっぱりデートだよね。ああ、潰されてる。先生の課外授業とフリーマーケット完全に潰された。だが行くしかない。団長の前で行くよ。よかった、間に合った。全員揃ったようだな。はい、それでは出発する。ちょっとフリマ分、ちょっといい授業してくださいよ先生。それでは入館する。はい、フリマまさか潰されるか。これから館内を巡回してもらうが。いやでも、その前に、はい、今日の諸君の観察ポイントを発表してもらう。まあでもフリマに晴れ着出ないよな、多分。出るのかな。
いるかな、フリマ晴れ着。タコを見なければ意味がありません。え、なんで？なんで？先生とサメはどっちが怖いか、絶対怒られるこれ。イルカコーナー。いや、こうもう なんかこだわりがあるならこれでいいんじゃないの。タコを見なければ意味がありません。何の意味があるのかわからんが、なんだろうこの主人公のよくわからんこだわり。これでいこう。よくわからないが、確かにタコは興味深い観察対象だ。喜ばれた。しっかり観察しなさい。いいんだ。いいんだ。確かにタコは、うん、面白いんだよね。足いっぱいあるけど、実際歩くの2本足なんだっけ。なんか最近知った。うん、いい感じだよね。いい感じか。まあまあしょうがないよな。いやイルカでもどうなってたかわかんないし。今日の課外授業とっても勉強になりました。君はやや集中力が。でもなんで、なんで、しかし学習しようという意欲は評価に値する。怒られた。どうしてそうなった。振り間を蹴ってこっちに来たのに怒られた。ではひどいよ先生。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。せめて送ってってよ。ちょっと帰り道に振り間寄ろうぜ。あー振り間が死んだ。196リッチでしょ。でも普通の店で見た時300だったよな。これ足んなくない？また普段着で初詣行くの私。悲しい。悲しい。ここまで頑張ってきたのに。あ、200超えたね。これで買えんのか。あ、そういえば明日って鈴鹿くんの誕生日でプレゼントどうし。もう1円でも使いたくない。でもしょうがない、買ってあげよう、プレゼント。さあなんだ、何を買おうかな。目覚まし時計、フィッシングルアー、フリル付きハンカチ。全然わかんないんだけど、なんだルアー。実は釣りやるの。目覚まし時計。でも前遅刻してきたな、なんかで。実は起きれないタイプか。まあ目覚まし時計ならまあ普通に誕生日プレゼントとしてありだよな。これでいこうか。すんごいかもなく不可もないけど。どうだ鈴鹿くん。ん、時計が、なんか用か。お前誕生日だろ、これやるよ。へ、くれんのか。おじゃあもらっとくわ。おでどうなる。いいじゃんこれ。ああ普通、やっぱり普通。早速使わせてもらうぜ。お前釣りか。釣りあんのか。これつかさに情報を聞いとくべきだったな。多分どっかにあったんだろうな、釣りが好きらしいみたいなのが。まあいいだろう、いいだろう、鈴鹿くんはタマちゃんにあげよう。で学力が全然いかない。でもさすがにちょっと買い物行くよ。商店街、ショッピングモール。商店街か？ブティックにある？ブティックシエラに晴れ着売ってますか？いらっしゃいませ。全身。ない！ない！そんなもんない。そんなもんないよ。どうする？ここじゃないってこと。ただ単にここじゃなかっただけ。いやでもエビス丸には売ってないよな、さすがに。ちょちょ、出るわ。ありがとう。じゃあやっぱり300円のところしか売ってない。テストはもうテストなんてどうでもよい。まあこんなもんかな、まあこんなもんかな、まあこんなもんかな。いい出来。いやバッチリバッチリ。いやー技術が家庭科が、これどうやってあげればいいんだ。技術家庭が気配り上がんないのよ。鈴鹿くんやべえな。ちょっと落ちてんな。四季くんに負けた。あんだけ勉強してんのになんで落ちてくんだ。どういうことだ。私の何がいけないというの。こんなもんですかね。キジョくん。おう、リオルちゃん。リオルちゃんねえ、キジョくんって一科目だけ点数がいいよね。何が良かったの。気配りか。気配りだろう。まあな、日頃の成果とちゃうか。なんでちょっとはぐらかすの。どうした。なんやねんその前は。
失礼なやっちゃな。お前カンニングしたか？カンニングしたかよっとして今の感じ。やったろお前。怪しい。あ、そういうことか。そういうことか。よし、出かけるぞ。ちょっと待って、晴れ着を欲しいんだ。晴れ着が欲しいんだ私は。ジェスしかないのか。いらっしゃい。晴れ着あるけど高え。ちょっと無理だよ300は。あー、この猫の可愛い晴れ着欲しかったのに。じゃあもうドレス買うか。パーティードレス買っちまうか。もうこうなったら、いやドレスでもあんだよな。でもあれドレスじゃない扱いなんだよな。もう黒は美しく、女を美しく見せる。パーティードレス買うか。もうこの際もう晴れ着が無理ならこれ買うしかないもんな。でももうしょうがない、晴れ着諦めてパーティードレスと、もう何にせよちょっと先生に振りまつぶされたのが痛すぎんだよ。でトップちょっとジャケット、あ、ボレロピュアかな。この辺買うしかないか、冬用に。ハイウェイストロングスカートかっけえな。シンクのスカートかっけえけど高いのよ。エプロンドレスこれじゃダメなの。パーティーこれじゃダメなのかな。長袖のワンピース、あー、まあ、ちょ、100以上は取っときたいな、なんかあった時のために。ありがとうございました。いや晴れ着無理だよ、やっぱフリマだったんかな。俺はそこにいるの。びっくりした。びっくりした。今完全に先生が彼女連れてるように見えた。びっくりした。もう森村くん女の子にしか見えないんだって。先生、森村くんどうしたんですか今日は二人で。海外の科学書を読んでいたらわからないところがあって、氷室先生に翻訳をお願いしたんです。お休みのところありがとうございました、氷室先生。なるほどな。びっくりした。問題ない。工学心のある生徒からの質問にはいつでも答える用意がある。数学に限らず質問があればまた連絡するように。先生の鏡だよね本当に。今厳しいんだろうけども、真剣に学ぼうとしてる学生には本当にいい先生だよね。で森村くん手どこにあるのそれ。手どこにあるんだこの森村くん。はい、腕後ろに回してんのか。徳川さん、はい、さよなら。徳川さんさよなら、はい、森村くんさよなら。気をつけて帰りなさい。はい。いやびっくりしたの。森村くん頑張ってますよね。彼は高い志を持った学級の徒だ。高い志。彼の進む道は長く険しい。そうなんだ。へえ、険しい道か。あんまり無理しないといいけど。徳川、はい、君の進む道は、はい、もう少し険しくてもよい。いやもう十分険しかったんですけど、先生が険しくしたんですけど、この間振りまつぶしてきて。はーい、先生に潰されたんだけどな、晴れ着の道を。そこんとこちょっと考慮してほしいけどね。でクリスマスパーティー、え、これ何、冬休み開始か。あ、そっか、まあ大丈夫でしょ、別に問題ないよね。もう晴れ着が無理ならもう当分大丈夫だよね。水着はあるし、水着の種類をせいぜい増やしたいぐらいかな。いやでも先生と水着は着ないんだよな。先生と水着は着ることにはならんよな。ちょっと寝るか、ちょっと寝よう。いや本当に学力上がってねえな。下がったし。早速下がったし。え、学力100の道遠すぎないこのゲーム。で、21日、あー、デート一応できるけど、火曜日ってみんな意外と埋まってたりすんだよな。少なくとも鈴鹿くんと、あと多分ケイくんもダメだったような気がする。モリリンでも誘うか。
さあそうか、モリリン、はい。もしもし。はい、私です。あら、徳川さん。森村くんも全然仲良くならないな。あれって言われちゃうもんな。あー、徳川さんぐらい言ってほしいよね。23日はもう一回ちょっと福屋見に行くか恵比寿丸見に行くか、うん、ひょっとしたら中古の晴れ着売ってるかもしれないしな。じゃあ28を、28にみんな山へ連れてくのもどうかだよ。どう、あ、もう雪か、雪か、雪ね。あ、森村くんと遊園地行ってないか。じゃあ遊園地行こうぜ。28日に遊園地に行かないか。その日は、おう、あ、はい、おっすおっす、大丈夫です、はいはいはい、特に予定はありません。 OK、 行こう行こう。じゃあ行こうぜ、バス停で。わかりました。はい、よし。で、また勉学に励んで、とりあえず勉学に励んで、ん、ケイくん、ケイくんはもうこれ以上ないでしょ。ケイポンケイポン、ケイちゃんでいけるかな。ケイちゃん、あ、ダメなんだ。よくない、ケイちゃんぐらい。なんでダメ、しかも何も言わない。つらい。呼び方気に入らなかったのかな。意外と厳しいなぁ、呼び方。よし、行くぞ。行くぞ。どっちだっけ、あれ、恵比寿までどっちだっけ、商店街だっけ。あ、恵比寿丸。頼むぞ、恵比寿丸。中古の晴れ着売ってくれ。古着の晴れ着売ってくれ。ないない、まあ、ないならいいか。ちょっと服のバリエーション増やすか。私に足りないもの、安い。これスポーツだよな。タンクトップはさすがにスポーツだよな。スポーツはいっぱいあるんだよな。ピュアか、ピュア、ピュアかな、増やしたいの。これなんだろう、まあ、安いからこれでいっか。これキャンディー出た、またキャンディー来たあれ、こないだ売ってたやつがもう古着に流れてんのか。俺、キャンディー来たな。高いな、古着としても。だからじいちゃん、ちょっとダサいなこのじいちゃん。キュ、あ、まあ、チュニックでいいか、チュニックでいいな。で、ボトム、うわ、すごいね。どこで着るんだこれ。ハロウィンで着るのか。8円ぐらいならまあ取り返せるかな。全身ってあんまり使ってないんだよね。なんか難しいんだよな、全身。8円ならいいか。かわいいな、エプロンかわいいな。まあこれでいいか、8円ならいいだろう。よし、まあこんなもんかな。いや、でもボトム1個ぐらい増やしたいな。これ、このハロウィンがなんだか分かんないけど、このハロウィン買ってこう。よし、ありがとうございました。ダメだった、結局晴れ着手に入んなかった。やっぱフリマだったのかな。買い物してたらつい遅くなっちゃった。お、誰かいる、あれ、あそこにいるの、先生。お、来た先生、来た。よし、どうしたんですか先生。それは私が聞くことだ。はっ、こんな時間まで何をしてる。まだ全然、全然夕方っぽいけど、まだ5時ぐらいじゃない、これせいぜい。あ、もしかして。その通り。ん、校外指導だ。ああ、そういうこと。大変だな。徳川、はい、質問に答えなさい。こんな時間まで何をしてる。いや、この荷物を見て分かりませんかね。買い物ですよ。買い物していたらついつい。ついついではない、怒られた。子供ではないのだから事故の行動に責任を持ちなさい。え、これそんな夜じゃないでしょ。だってスーパーの袋持ってるおばちゃんがいるぐらいだよ。だって絶対まだ夕方でしょ。はい、分かったら言ってよろしい。はい、気をつけて帰りなさい。なんで怒られてんの私。怒られちゃった。なんで怒られてんの私。あ、今日は羽田峡谷へ。ああ、クリスマスパーティーね。お呼ばれしてるんだっけ。パーティーでプレゼント公開会があるって言ったっけ。早速買いに行かなくちゃ。よーし、何しようかな。え、チューリッチ使いたくねーけど、まあ行くか、もう最後だし。行くぞ。オルゴール箱、陶器のランタン、
何これ1分の1ドクロクマ、あー、ケイ君かな、クマだから一応ケイ君かな。ルームワーカーはまあ鈴鹿君だね。でガラスの一輪挿しは四季様でしょ。で先生どれかな、あ、オルゴールかな、ピアノとか弾いてたから音楽関連でオルゴール箱かな。でテーブルクロスは森村くんかな、わかんねえな。ランタン、オルゴール、あ、テーブルクロスあれか、まどかさんか、うん、多分そうだな、うん、じゃあオルゴールが先生と見た、どうかな。さてプレゼント買ったし、一度家に帰って着替えよう。よし、何を着ていこうかな。ドレスあるよね、今回はドレスあるよね。あった、パーティードレス、セクシー、あ、セクシーなんだこれはい、でアクセサリーもつけれるよね、一応金エナメルのネックレス合うかな。やっぱ波動拳波動拳合いそうだよな、このドレス。よし、波動拳だ、いけ、準備 OK、 セクシー波動拳。あれ、何か始まるみたい。紳士淑女の皆さん、ほら本日はようこそ、絶対この天の橋邸、絶対理事長の声じゃんこれ。この間車で送ってくれたの天の橋さんっていうのが、聖なる夜を、なんでハテナなんで、未だに学園の皆さんと祝えることを嬉しく思います。はい、はい、さあ皆さん、うん、素晴らしいイブにしようではありませんか。ありませんか。メリークリスマス。メリークリー、おい、あ、かわいい、メリークリスマス、似合うな夏美、夏美かわいいじゃん、チャイナドレスか、なるほどな、そういうのもあるか。藤井さんメリークリスマス、活発的な彼女にはいいね、似合ってんね。かわいいじゃん、だろ、その格好あんたにすっごく似合ってる、だろ、セクシーだろ、私そうかな、私もそういうのにしとけばよかった。いや君それでいいって、似合ってるって、大丈夫だって、藤井さんに褒められちゃった。あ、先生、先生来た、先生来た、出席していたのか。先生ちょっと角度、肩の角度おかしくないですか、大丈夫ですかちょっと違和感感じるな、その車に構えたポーズなんですか先生。先生、それでは私は職員席に戻る。なんで、あ、職員席か。パーティーだからといって、はい、あまり羽目を外さないように。あ、はい、了解です。湿気、湿気、はい、いや、赤いそこにいたね、赤い、目立つ、探したよ、はい、四季様いる、華やかですね、本当に。それじゃあ僕はこれで。なんで中指だけ、なんで中指だけ折ってんのか不思議だけど。メリークリスマス。おー、騎乗くん、どこのホストですかあなたホストにしか見えねえ高校生だよなお前、ホストにしか見えんぞ、おい、バイトでやってんだろお前、絶対に盛り上げていこうか。おお、うん、もうこんな時間か、名残惜しいけど、ほんなら、あ、ほんなら、はい、あ、4人来た、女の子含めて4人来るんだ。あ、プレゼント公開会、あ、もう誰のプレゼントが回ってくるんだろう、どうせなら先生で行く、先生だろこれ、もう先生だよ。おお、ほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。おう、メリークリスマス。メリークリー、プレゼントなんだろう、誰が喜ぶんだこれ、氷室印大数企画講座、振り仮名まで振ってあるよ、氷室印、え、氷室先生が何出版したのこれ。徳川、本作ってる、本出してるのは私が出したものだ。あ、そう、まあそれはそうでしょう、氷室印なんだから。先生が持ってるのは私が出したプレゼントです、すごい偶然ですね。確かに、うん、徳川、ここで問題だ。なんだなんだ。はい。参加者が256人であるとして、ああなるほど。我々がお互いのプレゼントを受け取る確率を求めるとき、ちょっと電卓化してくれ。電卓化してくれ。そんなことより私のプレゼントあげてみてください。うん。
私は全く興味ない。ダメか。君たちの間ではこういったものがもてはやされるのか。ダメなのか。オルゴールダメなの。すごく嫌そうな顔してる。外しちゃったみたい。ダメか。なんだろう、テーブルクロスだったのかな。じゃあマジか。音楽つながりだと思ったのにな。こうして2003年のクリスマスイブは残念な結果に終わった。悲しいな。はい、悲しく終わりました。というわけでデートなんですが、今日はこの辺までですね。はい、30分過ぎちゃった、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。ちょっと今回は外したな。難しいな。後がないぞ。